N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、ウーマーミーツバーチャル中京競馬場です。中京競馬の施設を VR で見れるバーチャル体験プロモーションサイトに加え、各施設でヒントを得て謎を解く謎解き名探偵キャンペーンも行っています。それでは烈さん、解説お願いします。はい、まあ、いつでもどこでも体験できるバーチャル中京競馬場っていうことで、まあ、ここ2年無観客になったりとか、まあ、今でも事前予約しなければ競馬場での観戦っていうのはできないので、まあ、少しでも競馬場の雰囲気を知ってもらいたいということで、バーチャル中京競馬場をサイト上で作ってプロモーションをしているということですね。で、まあどういうものかっていうと、ドールハウスビューっていう、まあ、空間全体のイメージを立体的に見せることができるマターポートっていうサービスを活用したもので、サイト上でも見れるし、 VR ゴーグル使うと VR でもこう見やさせるようになっているわけですね。まあ、マターポートっていうのがなんかこういう最先端の VR 撮影サービスみたいのがあって、まあ、こういった形で VR が結構まあ難しくなく作ることができると。でそれにコンテンツ詰め込んだりとか、そういうことができるようになるみたいなもの、まあ、内見とかに使えるっていうようなことが書いてありますね。あと美術館か、美術館もすぐできる、撮影からサイト7日で納品可能みたいな、こういったシータみたいなものを使ってカメラを持ってって撮影して、それを VR 空間にしてくれるようなサービスが今あるということですね。でウマミーツ戻っていくと、全体マップゴー、こんな感じで空間がもうできていて、でまあ入り口とか入場門、パトロールタワー、スタンド、まあ、こういったところをバーチャル空間で見ることができると。でさらにこの芝コース、ダートコースとかを見ていくと、まあ、こういった普段入ることはできないような芝やダートを走ることができるようになるわけですね。この 3D でウィーンつってコースまで行くことができるわけですよ。でこうコースの空間がグリグリと見ることができて、で走ることができるというような形で、かつこのマップに何かこうタップができるようなものがあって、こうタップすると、まあ、そこまで動きつつグイーンって YouTube に飛ばすようなインタラクティブ的なことにもできるようになっていると。YouTube ではこのコース、芝のコースをドローンで撮影したものとかがあって、その芝がどういう風になってるのかとか、この後出てくるんですけど、芝をこう一緒に走ったりとか、まあそういった体験がこの中でいろいろできるようになっています。まあそんな 3D 空間とともに、バーチャル空間をヒントにした謎解き名探偵っていうものをキャンペーンをやっていて、全問正解するとルンバが当たるというものになってます。で探偵馬というのがですね、鍵をもとに推理をするっていうようなストーリーになっていて、推理開始押すとこういう問題、刻まれた針が答えを示すっていうものが出てくると。でこの答えを導き出す鍵絵っていうのが、まあドールハウスビューに飛ぶわけですね、先ほど見ていた。でこのドールハウスビューに回遊させることによって、ドールハウスビューを見てもらおうというふうになっています。これは3時45分を指しているので、先ほどのは G と1が3時と45分になっているので、まあ、答えは G1 となるような、まあ、施設を楽しんでもらいたい、でいつか自由に観戦ができるようになった時に中京競馬を楽しく使っていただきたいというようなデジタルプロモーションになっています。まあ、クイズ謎解きでヒントによる回遊っていうのは非常に王道だと思うんですね。ただその中で 3D 空間に飛ばすっていうのは非常に新しいと。 VR での空間を見せる形っていうのも結構精度が上がってきたりとか、方法論ができてきて、工数がかけなくても済むようになって、工賃がかからなくなってきているので、 VR を撮るときは宝探しとかそういった企画を含めて撮影するといろんなことができそうです。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。